道の駅、夕張メロードは、北海道夕張市にある国道274号の道の駅である。北海道で通算111番目となる道の駅として2011年6月18日にオープンした。夕張市公用山地区の商店街振興や観光拠点とするため、2009年10月頃から整備が検討された。JA 市直営のスーパーマーケット、 メロードを道の駅としても利用できるようにしたものであり、道の駅ではあるが、A コープの看板を出しており、見ためは通常のスーパーと変わらない。施設管理は JU バリ市、夕バリ市農業共同組合が行っており、施設の開館時間はスーパーマーケットの営業時間に準ずる。建物内に飲食店はなく、下記のみ屋外でハンバーガー店などが営業するのみである。 また、土産品などもスーパーの一角で売られている程度であり、陶器は換算としている。夕張市の厳しい財政の中で、どこまで魅力的な整備ができるかが課題となっている。営業時間外使用可能なトイレは、JR 新夕張駅入口階段の左隣に所在していた。夕張市の財政破綻により廃止された、紅葉山公衆便所施設を24時間、 利用可能な道の駅施設として転用することになった経緯から道の駅本館より若干離れた場所に所在することに至ったものである。しかし、2018年9月に発生した北海道、イブリ東部地震により地下の浄化層が破損し利用できなくなり、2019年3月に撤去された。そのため、夕張市は JR 北海道の協力を経て、 新夕張駅のトイレを暫定的に24時間利用できることとした。24時間利用可能なトイレがない状態では、道の駅の登録要件を満たさないが、財政再生団体である市は、トイレ回収費用を負担できず、2021年時点でも同様の措置が取られている。AB、道の駅、夕張メロード登録証の伝達式が行われました。 夕張市農業協同組合2016年10月18日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年7月14日閲覧 AB 道の駅夕張メロードがオープンします夕張市2016年10月18日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年7月14日閲覧 AB 財政再生計画の採入 歳出推計の状況。広報夕張2009年12月号。夕張市。P4。2021年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月14日閲覧。ABJA 夕張市と主な施設紹介夕張市農業共同組合 AB。ABATM。JA バンクトップ店舗。ATM のご案内 ABC。 夕張道の駅魅力向上課題乏しい、特産品スペース、冬は食事できず、24時間トイレなしし、重い整備費に苦悩。北海道新聞。オリジナルの2021年7月14日、時点におけるアーカイブ。https a r c h i v e アーカイブ .ph s4efc2021 年7月14日閲覧。 AB 日常生活サービス機能が集約した小さな拠点事例集を作成しました。平成24年9月10日報道、広報報道発表資料国土交通省市政、議会情報公共施設等総合管理計画、夕張市。資料では、活用検討、公衆便所、公用山526から 15RC 作り、平成1年地区となっており、 公衆便所施設単体としては使用廃止されたことになっているが、内に、紅葉山公衆便所は、紅葉山道の駅施設として再開の記述があり、用途変更の経緯が示されている。AB、道の駅夕張24時間トイレめど立たず財源、確保急ぐし。北海道新聞。 https://hokkaid.co.jp://article:/346148ab o n p 道の駅、夕張メロード、夕張市。2021年2月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月14日閲覧。ab 観光案内から観光、産業のご案内夕張市。ありがとうございます。